自分の牛どれだけ分かってるの。イエーイ、せーの、ドン。はい、ということで今日は、はい、自分の推しのことをどれだけ分かってるかっていう勉強会をします。で、今回はチョマが京本大我が推しってことで、推しです。私が京本大我についてクイズを出します。はい、それでどれだけ分かってるか。なるほど、そんなに完璧じゃない。正直今日も本当に推してる人からしたら、いつか後ろから刺されるかもしれない。じゃあちょっとやっていきますか。はい、はい、お願いします。今日もは、はい、いくつだと思う。いくつ、うん、26だと思う。はい、本当に。はい、正解は28歳です。1994年12月3日生まれ。おい、初級からやっちゃってんじゃねえか。初級からやっちゃってんじゃん。いや、ここ土台だから。まあ土台、うん、そうそうなんだ。これ土台分かってた、ちゃんと、うん、ここ土台だから。身長はどのぐらいだと思う。今日もうわ、これ、これはちなみにこれ、ね、ストーンズ勉強会で話したよね。えっとね166なんだよ。165とか。おお、正解は174です。うわ、キョモが18歳の時から変わったことがあって、はい、でずっと18歳19歳と、うん、あるところにずっと行ってたんだって。行ってた、うん、そこってどこだと思う。なんだこれ、めっちゃむずいじゃん。行ってた場所でしょ、うん、千葉県。おお、千葉。はい、正解は、はい、京都です。やっぱりな、京都。18歳の頃に友達と休みの日に京都に行って、うん、いっぱいあのお寺を回ってたんだって。ああ、だから俺と一緒だ。で、19歳になってからもう一人で京都奈良行って、うんうんうん、本格的にお寺とか神社を巡るようになった。あ、そうなん。うん、キョモが好きなアニメは何でしょう。アニメね、うん、あれなんだっけ。違う違う、これじゃない。お、今一瞬コナンって言おうとしたんだけど、うん、コナンじゃないわ、うん、コナンしんちゃんだった気がする。あら、この間なんかそれ言ってた気すんな、うん、言ってたよね、うん、言ってたよね。アニメでしょ、うん、スヌーピー、うん、スヌーピーじゃなくて、ね、スヌーピー。正解は、はい、コナンです。あれ、しんちゃんって話も終わったんだっけ。俺が面探偵って言ったら、面探偵や、明太子やんって言って、あの、突っ込んで。うっそ、マジ、うん、あれ、コナンです、ね、そっか、コナンか、うん、ストーンズの中で、はい、京本大我だけができないものがあります、うん、あー、これ運動じゃない。1、バク転、はい、2、ローラースケート、はい、3、ピアノ、4、ギター。ローラースケート、ローラースケートじゃない。ようこそって、できない、できないんじゃないか。はいはいはい、1がなんつったっけ。バク転。あ、バク転できないな。2がローラースケート、3がバク転できないよ。1、1バク、はい、1バク。正解は、はい、本当にいいの、それ。はい、大丈夫です。オッケーオッケー、はい、正解はバク転です。はい、そうなんだ。すごいね。そうなんだ、すごい、結構わかるじゃん。うん、まだ2問ぐらいしかってない。2問か3問ぐらいしかってないよ、あんだけ出てて。いやーねー、うん、キョモが初舞台に立った先輩のコンサートはどのグループでしょう。はい、はい、グループね。1、はい、カトゥーン、はい、2、嵐、はい、3、ミューズ、はい、4、V6。 カトゥーン。カトゥーン、はい、正解は、はい、カトゥーン。はい、カトゥーンね。はい、カトゥーン。すごいね、知ってた。知ってました。なんで、なんかそのテレビかなんかやってる。ずるずるなんかやってる。ずるいね、それは。なんか見た、なんか見た。ミュージカルエリザベート、はい、出演時に、はい、ある人から、
あのピンクの名前入りののれんが、をもらったなんて、うん、ね、うん、それがキョモンはすごい宝物って言ってる、うん、それは誰からもらったものでしょう、うん、っていうので、うん、1、うん、タッキー、うん、2、亀梨、うん、3、東山、うん、4、中井くん。2番、亀梨。はいはいはい、何、はい、大丈夫です。正解は、はい、タッキーでしょ。うわむずー。何もらったって何もらった。ピンクののれん、名前入りのピンクののれん、うん、はあ、それをタッキーからもらったと、うん、確かにそれすごいな。俺さっきのカトゥーンの流れで、あ、もらってんのかなと思って。はいはい、ということで、はい、ちょっとね、事前に、はい、あの私が、はい、キョモに関してアンケートというか、みんなにキョモの何、詳しいことを教えてくださいって言って聞いたけど、ちょっとね、面白かった。これはちょっとクイズにならないけど、うん、まあちょっとキョモの特徴、うん、キョモは、うん、すごい携帯の持ち方が癖強なんだって。そうなん？そうなん？それ知らない。知らない？うん、知らない。すごいなんかね、持ち方がすごい。こういうやつだ。そう。それが、あのね、これなの。なんかちょっと持ち方が。あ、こうだね。なんかね。こうだね。癖強。なんかちょっと空手の型でありそうな感じですよね。そう。それがちょっと呪術廻戦っぽいっていうか。ああ、はい。なるほどね。この忍者スタイルなんだ。はい。それが今日のちょっとあの特徴らしい。こうやって持ってる感じだね。うん。あ、じゃあ今度からこれでいこうか。今日も好きやね。そう、だからちょっとこれ持ってて。チョモじゃねえ。チョモ。チョマが、今日のね、好きっていうのはこう持ってんじゃん。はい、え、あの人絶対今日も好きじゃんみたいになる。なるかな、わ、うん、かんねえべ。いや、一回持っててじゃん。いや、めっちゃ朝青龍好きそう。俺が思ってる以上にチョマは知ってた。ああ、よかった。うん、それよかったわ。だからこれからはね、画学上でね、見てる人たちがね、なんていうかはまあ反応しないで、ちょっとまあだから全然わかんないのは多分みんなわかってるからね。あ、そう逆に今出てない問題とか、あと今ね、これは今現在このネットで出てるやつでクイズしてるから、そっから今変わってるのであれば、それはそれでね、教えてくれて、今はこうだったよとか、うん、ね、そういうのを教えてもらって、はい、まあチョマは成長して、そうだね、キョモに変わると。そう、ということで今回はチョマ推しの、はい、キョモの対戦、キョモの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 、はい、クイズでした。あ、ありがとうございます。はい、皆さん教えてあげてください。教えてください。本当にチョマに、はい、キョモを教えて、はい、チョマにキョモキョマにしてあげてください。はい、はい、お願いします。はい、じゃあそれでは以上、はい、終わりにしますか。はい、拳を上げて、あ、せーの、スタート。